どうも、ご飯大好きコメディアン、福井県住みます芸人で、現在福井県若狭町いらずみ在住の若狭町応援芸人メッシ召し上がれコニオでございます。よろしくお願いします。召し上がれ。さて、本日はですね、この敦賀駅にやってきてるんですけども、このなぜ敦賀駅にやってきたかと言いますと、2024年春に、金沢からこの敦賀間の、北陸新幹線が、開業するんですが、そして見てください、あちら、現在もですね、この工事が進行しているわけなんですけども、この北陸新幹線が、こちら敦賀まで来ますと、この僕の住んでる若狭町に、ものすごくこうアクセスしやすくなるんですね。ですので今日は北陸新幹線がこの開通した時に敦賀から、こちらの若狭町の方までですね、皆さんに来ていただきたいので、今日は僕が若狭町の魅力をたっぷり、伝えたいと思います。それでは行ってみましょう。さあ、若狭町に行くのはですね、こちら、敦賀駅から一本で、小浜線という電車がありますので、そちらの方に乗って行きましょう。行きましょう。召し上がれ。敦賀駅からね、三方駅まで電車で、約30分ぐらいで、この若狭町の三方駅に着くんですけども、こちらの中にね、レンタルサイクルっていうのをやってまして、こちら自転車に乗って、この辺りをね、こうちょっといろいろ移動したりできるんですけど、あと平山茶屋さんというところでね、お菓子やったりコーヒーも飲みますんで、では早速ですね、今から、今日はですね、僕の愛車の、コニオ号で、これからですね、若狭町のいろんなところに行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。召し上がれ。今日は若狭町の満腹スマホ旅でね、今からこういろいろ若狭町の、おすすめな、スポットを巡っていくんですけども、これ今梅の木がね、これもすごい生えてて、ちょうどこの6月7月シーズンはね、特に6月なんか梅もみね、シーズンで皆さん大変やったりねしますんで、他にもこの見えますか、この素敵な湖、これが見えてね、楽しいところもいっぱいあるんですけど、今日はねそんないいところを巡っていけたらいけたなと思ってますんで、今年の春にできたとことか行ったりしますからね、楽しみにしてください。どうも皆さん、改めましてご飯大好きコメディアン、福井県住みます芸人メッシ召し上がれコニオです。今回ですね、メッシ召し上がれコニオの満腹スマホ旅というわけでございまして、新幹線でね、敦賀も開通しますし、そしてそこから、小浜線の電車に乗って、若狭町に来ていただいて、その若狭の、魅力を僕がですね、このスマホ一つで、動画とか、写真とかですね紹介していきますんで、皆さんどうぞよろしくお願いします。召し上がれ。さあ、そして今回やってきたのはこちらでございます。ユミカツラミュージアム若狭というわけでございましてですね、今年の春にオープンしたんですけども、こちらブライダルファッションデザイナーも世界的に有名なですね、この桂由美さんのですねミュージアムとなっております。中ではですね、桂さんがこちら作品にかけたなんと約60点のね作品と、そしてですね中に撮影スタジオやカフェもあるところなんですけど、日本初のミュージアムとなってますんで、早速中の方行ってみたいと思います。それでは行きましょう。どうも、ようこそいらっしゃいました。どうも、福井県住みます芸人のメッシ召し上がれコニオでございます。ありがとうございます。ご案内させていただきます、吉村と申します。お願いします。お願いします。まずこのドイツミュージアム、今年出たところで、そうです、今年の4月21日オープンいたしました。まだ出来立てのほやほやなんですけど、具体的にどのようなところなんですか。1階はこのようにショップがあったりとか、そちらの方はファンシステムという自撮りができる、自撮りができるところなんですね。カフェがあって、から2階が、桂由美のミュージアムになっております。でここがカフェになっております。でぐるっと回っていただいて、こちらがショップになっております。ここのショップは由美桂のオリジナル商品とか、ランドのオリジナル商品とかを置いております。サバ缶も置いております。サバ缶です。ドレスミュージアムサバ缶。いや、僕一瞬どっちだと思ったんですよ。なんかそういうね、化粧品的なやつかなと思ったら、すごいサバ缶なんです。やっぱりご当地商品をね、置かせていただいて、
梅サイダーも置いております。なんかサバ缶が全然サバ缶っぽく見えないですね、ここ場所置いてるとね、はい、すごいちょっとおしゃれな、おしゃれですよね一番人気なのは、ね、傘なんです、はい、あら傘、ステンドグラスになってる傘なんですね。あ、なるほどなるほど、こういう感じ。ああいいですね。ね、ステンドグラスの中。おしゃれ。なんか雨の日も楽しくなるから、ね。あ、そうですね。ね、確かに確かに。これがね結構人気なんです。へえ。売り切れてしまうんですよ。あ、そうなんですね。はい。で一回がまだありまして。はいはい。今日天気が悪くてちょっと眩しいんですけど。あ、はいはい。トモロロードっていうのがあって、お、に向かって。はいはい。道。へえ。だから結婚式も、はい、ね、新郎新婦さんがお二人で。歩いていただくロードになっています。赤目もなんところで、はい、バラのアーチがあって、はい、あ、今あのお子さんが鐘を鳴らしていらっしゃいます、はいはい、あれは誓いの鐘なんですよ。ああ、なるほど。だからここを、まあ、結婚式で2人に歩いていただいて、はいはい、誓いの鐘をあの鳴らしていただいて、うん、で一番向こうのドーム型になっているのが大規模なんですが、あそこで結婚式とかいろんな式典ができるようになって。え、そうなんですか。そうなんです。行ってみましょうか。あ、いいですか。このバラのアーチがね、ここも写真スポットなんです。あら。新作を発表するんですけど、はいはいはい、その雑誌毎年1冊ずつ2020年まで続きます。ずっとこれ続いてるんです。すごっ。でここからが、ウェディングドレスの歴史に入ります。はい、1960年から2020年まで3点ずつ10年ごとに展示しています。これが1965年に作った。へ、あ、なんか意外とシュッとしてるというか。そうなんです、はい、もうシンプルで、ね、でこの頃はもうあのレースも何もない時なので、これリボンレースで、はいはい、これで手で縫い上げたという、うんうんうん、で先ほど言ったリボンとバラのテーマになってます、ね、はい、これはリボンのテーマになってます、ね、なるほどなるほど。で裾もそんな今みたいなドレスも効かないですね。そうですよね。スキッと下も、ね、こう A ラインって言ってるんですけど、アルファベットの A のような形。ああ、なるほどなるほど、ってますね。すごい。そしてこれ1990年代。あ、はい、あ、ちょっとなんかまた。そうなんです。こういうスリムなドレスというのがなかったんですけど、はい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 、この1990年代になってこういうスリムなドレスが出てきました。でこれは弓ラインっていうドレスな、あのラインのドレスなんですけども、はいはいはい、その弓ラインっていうのがお着物のちょうどそこにありますよね。振り袖、振り袖をこう引いてますよね。はい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 。あのイメージから弓ラインを。先生が考案された。でこれニューヨークで大人気。それは1981年、このもう、はい、これがもう日本ではもう、はい、あの大流行りの時に、うんうんうん、ニューヨークで、1981年に発表したら、はい、ニューヨークでも本当に絶賛されて、
で、先生の弓を取って、はい、弓ラインと名付けられました。なるほど、すごいですね。で日本では1990年ぐらいからこの弓ラインが皆さん、はいはいはい、注目されるようになって、でも二極化ですよね、このビッグラインの両方お召しになるようになった時期でもあります。なるほどなるほど。それから2010年になって、さっきの弓ラインもちょっと豪華になってきました。あ、はい、あ、ほんまですね、うん、すごい豪華になって、で、2011年に、はい、これもイギリスのロイヤルウェディングでキャサリンさんが結婚されたんですよ、うん、でキャサリンさんも長袖で結婚されたんですね。はいはいはい、昔の影響がね、はい、強くて長袖になりました。あ、なるほど、すごい。で長袖なんですけれども、ここは先生また考案されて、はい、長袖になると一つのドレスになるんだけれども、うん、ツーウェイを考えられました、はい、ブラウスにドレスを重ねてます。はあ、なるほど。だから式の時はこのブラウスを着て式に臨んで、はいはい、今度は披露宴はもうパーティーなので、はい、このブラウスを脱いでこのビスチェドレスになって二通り着られるという全てのタイプを考案されました。すごっ、こちらからは著名人のコーナーになるんですが、はいはい、こちらの方はごめんなさい、はい、ちょっと NG で、あ、はい、なるほどなるほど、はい、分かりました。あの来てのお楽しみでお願いできたらと思います。だからちょっと取れないんで、もうぜひ来ていただいてこの後見てください、はい、僕は今から見ていきますんで、はいはい、ここからはオートクチュールのコレクションになります、はいはい、パリコレクションで出したあの作品とかブランドコレクションで出した一点物になります。あ、なるほど。ここはもう今まではお客様のご要望に合わせてドレスを作ってきたんですが、はいはい、ここからはもう先生 の, あのこだわりのドレスになります。あの本当にあの妥協を許さないドレスばっかりになってます。これって制作とかどのぐらい時間かけて使うんですかね。やっぱり半年はかかります、ね、うわ、これは有松絞りって絞りなんですよ、はいはいはい、で絞りをこういうぼかし染めに染めて絞って、でこの普通あのこう絞りって結構あの和装に使われるんですよ、はいはい、和装って言うと長い、うん、これは曲線があるので、はい、かなり苦労されたみたいですよね。こちらがゴールデンムガって言って、はいはい、インドの、ゴールドの糸を履くお蚕さんなんですよ、はい、それで作ったドレス、であの日本のお蚕さんは小さくって、はいはい、糸も細くって、はい、光沢があって弾力があるんですけれども、はい、これちょっと朝のような、はい、あまり光沢がない、はい、糸もちょっと粗いんですけど、はいはいはい、ゴールドを履くっていうことですごく珍しい、はい、すごいですね、すごいですよね。で、こちらです。こちら1988年に先ほどご紹介したインド刺繍、はい、ザリワークなんですが、はい、ベルベットの上に直接刺してるんですね。でベルベットって厚みがあって弾力があって、はい、そこに刺すっていうのはすごく技術がいるんですよ。ほう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 。でこれだけこうあの詳細にっていうか細かく刺繍をしてるっていうのは、うん、なかなかもう今後作れないみたいなんですが、貴重な一品ですよね。で同じザリ刺繍なんですけれども、はい、これもザリ刺繍なんですよ、はいはい、これは直接布に刺しています。これは一つ一つパーツを作ってます、はい、それを、ここの上に、縫い付けてるっていう感じなので、はい、まあこれはすごく大胆なザリ刺繍、こっちは繊細なザリ刺繍という感じですよね。でこれだけ一点物じゃなくて、これレンタルで動いてるドレス、はい、そうなんですか、はい、もう大人気のドレスです。いやこれも大人気ですよ ね。さっき言ったさっきのあの馬車と一緒で白金、あねえ、とっても素敵です。いいですね、また見ていただいて、はい、これちょっと皆さんぜひちょっとね、あの、はい、普段例えばですけど、はいはい、あのこういうご案内とかもしてはったり、はい、もちろんさせていただいてます。もうなんかずっと聞きたくなりますよね、本当に ね、 、はい、ね、しかもそのやっぱりこう一人でやっぱ見ててもあこういうドレスなんだかななんですけど、うん、いや製品がこれ出てみてこれで作ってるんですか、そうなんです、またまめちゃくちゃ勉強になりますし、はい、だから今このこちらはもう東京のアトリエで作ってるんですけど、はいはい、こちら側が1990年代からあちらのアルファブランカで作ってますので、はい、今からね工場行っていただいてどういう工程か見ていただいて、ね、じゃちょっと工場の方に、はいはい、よろしくお願いします。はい、さあじゃあここからは工場見学をさせていただけるというわけで、はい、工場見学の方は
予約制で入れるという形ですかね。はい、そうですね、はい、予約制で、平日に限るんですけど、あ、平日のみで、はいはい、で7月の1日からも7月の1日からですね、はい、それはまたネットとか電話で、そうですね、また、はい、ホームページとか出るとかと思いますので、はい、はい、分かりました、ご案内させていただきます、はいはい、じゃあここからは、はい、ここからはね、はい、私くしともう一人、はい、工場の中村さんなんですけれども、はいはい、一緒にご案内させていただきます。はじめまして、坂田さん、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。両手に花というわけで僕はすごいありがたいです。そうですね、はい、今からちょっと案内して、はい、よろしくお願いします。坂田さん、まずどこから見学させていただけるんでしょうか。はい、うね、ここも基本の基本、はい、一番初めにどういうドレスが上がるかというと、こちらからね、はい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 、中村さん、よろしくお願いします。こちらの部署、製造企画になります、はいはい、ドレスを生産するにあたって、はい、デザイナー型なのところで、まずデザインを書いて、はい、それを型紙に落とし込むという作業がありまして、はい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 、それが出来上がったら、それに基づいて生産に取り掛かるんですが、うん、まずその基本のパターン作成というところを、はい、この部署で行っております。あ、なるほど、はい、どういう感じ、あ、そっか、どういう感じにしていくのか、そこに、うん、ちょっと新作、はい、見せてもらったんですけど、新作のちょっと動画では、はい、はい、ね、そうですね、ちょっとまだ、はい、はい、お見せできない、だいぶ僕じゃあ長男を見せてもらったじゃないですか、はい、ね、はい、あれがだからこうなるんじゃね、はい、ちょっと楽しみにしてますんで、はい、いや、ありがとうございます、ぜひぜひ、本当にね、はいはい、皆さんね、集中されてますもんね、これね、最大になります。すみません、作業中に。そうですね。僕なんか途中で絶対ハサミ入れちゃうなりますよ、本当に。好きでないとなかなかできないですよね。なるほど、確かにそうですね。うん、それが。いろいろこうキットのように書いてるんですけど、それを順番に出していって、はい、ミシンでこう形を作っていくところが縫製というところです。すごい。それでこの発注して仕上がりまでどのぐらいの期間、はい、あの、物によります。あ、なるほど、はい、やっぱりオートクチュールっぽいものは、やっぱり、はい、3ヶ月、4ヶ月かかりますし、はい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 、でも一般のものでもやっぱり1ヶ月、はい、最低かかりますね、はい、じゃあ僕がいつかできたらちょっとここで発注を、はい、そうですね、はい、お待ちしております。何十年かかるか分かんないですけどその時はぜひ、はい、お願いします、はい、ぜひぜひ、ね、いいところにしてました、ありがとうございます。こんな風に、あの、元はこう何もない状態で縫製が縫い上げたものに、はい、こういったカットしたレースを、これも、あの、キャンでレースが来るものを、はい、この形に合わせてまずカット、レースカットするところから始まるんですけど、はい、レースカットした後、模型指示に従ってこのように、あの、土台にピンを打って止めていく。へえ、ちょうど切ってます、はいはいはい、うん、これも緻密な作業で、すみません、作業中に。中工程は仕上げというところになるんですが、はいはい、縫製上がった状態だと、はい、まだここがこう止まってなかったりという状態で来るんですが、はいはいはい、こんな風に手でまつるとか、へー、はい、うわ、ほんまや。で、こういったボタンも、はい、こんな風に手でこう祀っていく作業とか、はいはいはい、最終この鍵ホックをつけたりとか、へぇー、スナップをつけたりとか、はい、そういう細かい手作業になるんですけど、なるほど、やるところが仕上げる、はい、そういうのも一着一着ね、丁寧にね、はい、まあ、自身、はい、うわ、すごい、ミシン、なんか、学校とかで使ったことあるんですけど、はい、手がものすごいよね。すごいもう、そうですよね。お姉さんってめちゃめちゃ器用にこう、動かしてね。チュールっていう、はいはいはい、この薄い生地のミシンが使ってるんですよ。ね、これ重さがないんで、ね、貼るとかで、はい、
もう今もうそれを合わせて、きちっと合わせて滑れないように上がってくるに、人差し指このギリギリでこう、ね、僕の言うたやつでプレッシャーで切らないでしょ逆にプレッシャーあったりするとね、すごいな。やっぱあれですか、お好きなんでこういう仕事みたいな感じで。たまたまと好きで。あ、そうなんですね。もう本当さっきも言ったように、滑れないとなかなかね、そうですよね、できないですよね、はい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 。これがだからドレスなんてことすごいですね。そこがさっきのカメカメから見せてもらいましたけど、もう皆さん ね花嫁さんが待ってるわけですよ。あ、はい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 、もうやっぱりそこ花嫁さんのために、もう本当に気持ちを込めて皆さん縫ってらっしゃるので、ここが献金作業です、ね、はいはいはい、この作業ですね。アイロン、アイロン、あの、あそこにタップがあります。はいはい、やっぱこういうなんか作ってる段階とか見させてもらうと、はい、さっきドレスとか見た時に、はい、なんか気持ちがすごい入ってくるんですね、はい、本当になんか、あ、こういう感じで、ね、うん、作ってたんだってなると、はい、こんだけ手間かけてたんだよね。そうですよね、はい、こういうの見させてもらうと、はい、なんかすごいなと思いますね、はい、こうやってるの。いや、西村さん、今日本当にありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました、はい。まあ、ドレスミュージアムも本当に、はい、まあ、ドレスの歴史がなかなか魅力がなくて、はい、でまたこちら工場見学もなんか作ってる工程っていうかね、はいはい、これ本当にいろいろこのお見せしたいんですけど、やっぱこう来ていただいて、はい、こう皆さんに知ってもらえたらっていう ねところがたくさんありますんで、はい、皆さんまたよければお待ちしてますんで、今日はすみません、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またお待ちしております。よろしくお願いします。はい、ただですね、ミュージアムとそしてこちら、工場見学、させていただきまして、まあ、若狭町にはね、まだまだ魅力あるところがたくさんあるんで、次のところへ行ってみましょう。それでは。